わけで何の前触れもなく突然始まる自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけでグルメ動画封印からいろいろ模索中の竹永でございますけれども、本日は CD レビューの動画でございます。本日ご紹介するのはこちら、ハイスタンダードザ・ギフトです。というわけでね、本日10月4日、もう18年ぶりにハイスタが新しいフルアルバムを発表したっていうことでね、もうむちゃむちゃニュースになってましたけれども、こちらですよね。この CD の数を見てもお分かりかと思いますけれども、私ですね、20年以上音楽が好きでパンクを中心にね、いろいろ聞いてきたんですけれども、その中でもね、日本のメロコアシーンの大御所みたいな、このバンドから日本のメロコアシーンは始まったんだと言われるね、こちらのハイスターね、昔はもうむちゃむちゃ好きでね、どんくらい好きかと言いますと、こちらどうぞね、これはね、私の自慢なんですけれども、ハイスターのデビューシングルですね。こちらの、レコードをね、持ってるっていうのはね、結構ねレアなんじゃないかななんて思うんですけども、これどうでしょうね、今こうヤフオクとかで売ったら、当時はまあ1000円とかそこそこだったと思うんですけども、どうですかね。これを持ってるぐらい好きでね、中でも私ですね、ハイスター一番好きなのはね、やっぱこっちの一発目のフルアルバムですね、グローインアップ、これが好きでね、これはもうほんと衝撃でしたね。もうこれでもう完成したみたいな感じだったと思うんですけれども、これが好きでね。まあもともと私ですね、こういうあのメロコアブームみたいなのがあった時に大学生で、まあノーエフェクスっていうバンドがね、一番好きなんですけれども、ノーエフだったりスナフだったりをね、よく聞いてて、でその NoFX のリーダーファットマイクが運営しているレコードレーベルファットレックコードっていうのがあるんですけれども、そのファットレックからこう日本人が、デビューするっつって、しかも英語で歌ってるなんつって、その当時は本当にね、画期的っていうか、もう衝撃でしたね。こんな逆輸入的なバンドあるんだみたいな、英語で歌っちゃっていいんだみたいなことでね、すごく衝撃を受けましてね、まあ本当に大好きだったんですけれども、まあ先日ですね、こちらのミニアルバムをゲリラ的に急に発売するっていうことでね、すごく話題になって、あ、ようやく本気で活動再開するんだっていうことでね、すげえ楽しみにしてたんです。それではですね、早速ね、中身の方をこう紹介する前に、一応こうね、ノベルティグッズといいますか、これね、CD 買ったらこんな特典ついてきたよっていうのをね、ご紹介させていただけたらなと思うんですけど、まあ私ですね、タワレコのあのカード持ってるんで、タワレコで買う機会が多いんですけれども、タワレコ限定の特典かもしれないんですけれども、こちらですね、はい、これは何でしょうか、ステッカー的な？違うか、なんかカード、なんか名刺みたいなね。こちらとこれですね、ザ・ギフトだけ1曲入ったこの CD ですね、これをプレゼントしてください、これがギフトですよというの、うん、まあ正直ね、これどうなのって俺はすげえ思うんですけど、1曲だけ入った CD をもう、まあ、誰かにあげるように差し上げます。これあげる人本当いるのみたいなこれ絶対みんなこれ封開けないで、ね、持ってんだろうとは思うんですけどね。どうかな、これどうかなマジでって思うんですよ。あとこのジャケットね、ジャケットこれでいいのか説ありませんか。俺の中ではまあこれ、これね、このまあ本当にこのなんかレゴを使った感じね、レゴがこうバンドやって、これがね、むちゃむちゃかっこよかったなと思って、こういう路線でジャケットも行くか、それか、海外で発売した版ね、ファットレックから出てる時の、なんかそのちょっと外国っぽい絵のタッチで行くのか、みたいな。結構ありますよね。本当に俺、ハイスタジャケット、ダサい説あると思うんですよね。いまいちピンとこないですね、ハイスタのジャケットって。
これが良すぎてね。で、あとこちらですね、はい、ポスターをいただきましたね。これも多分ね、もうみんなこれ封開けないんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。これも本当申し訳ないですけれども、これと同じポスターだったら俺ダサいと思うんですよ。やだな、いらねえと思うんですけど、出ましたね。はいはいはい、なるほどね。まあこういう特典ね、まあ、ありがたいなとは思うんですけれども、いやこれいる、そうコレクターズアイテム的な感じで持っとくんですけど、これでいくのみたいな。全然いいんですよ、その要はあれですから、その、ね、中身っていうか、その音楽で勝負ですから、マジでどうでもいいんですよ。これは多分もう二度と開けないと思うんですけど、はい、それでは私ですね、こちらのねザ・ギフトを聞いた感想をね正直に述べさせていただこうかなと思っておりますけれども、まあね、正直アイスターがニューアルバム出すって聞いた時に、あーみたいな、まあ買うは買うけどどうなのみたいな。正直中身そこまで期待してなかったんですよ。コレクターズアイテムとか、あの当時聞いてた人は買うだろうけど、まあどうなの、18年間もアルバムとかね作ってなくって、マジでうーん、まあ期待してないけどなみたいな。正直俺の中でこのアングリーフィストからそんなに楽しみではなかったんですよね。なんかその買うは買うけど、で、まあ、中に何曲かいい曲はあるだろうけど、その当時のね雰囲気とかもあったりするんで、こんだけ有名になっちゃうとあまりにもでかくなりすぎて、大好きですとはなんかこう言いづらいみたいな感じで、俺正直これはもう本当にもう期待しなかった。本当にそのおじさんが懐かしがって買うのかなとか、なんだったら私ですね、ハスキンの方が俺好きなんで、まあ、こっちもいいけどこっちもねみたいなそんな構成にしようかななんてこううっすら思ってたんですね。うん、ギフトっていうのも、まあ、YouTube で何度か聞きましたけれど、まあまあまあなーみたいな、あやっぱこんななっちゃうかとか、なんかそのいろいろね噂や憶測なんかもあったりしますけれども、僕のあの率直な感想として、難波さんと横山さんが仲悪いんだろうなみたいな、そういうイメージがもうついてたんで、その仲悪い人がみんなに復活を願われて、まあ、しょうがなく和解した、そんなイメージだったんですね、僕の勝手なイメージですけれども。全然そんなことはないと思うんですけれども、まあ僕はそういう印象だったんですね。でなんかインタビューだとかライブでの MC とかを聞いてると、なんかいまいちなんかその2人がうまく噛み合ってないんじゃないかなみたいな印象を勝手に持ってたんですよ。でこのザ・ギフトっていうタイトルも、まあこれは宣伝の手法がそうだったっていうだけなのかもしれないですけれども、ハイスタからこの全国の待ちわびてるファンへのプレゼントみたいな、そういう意味合いで宣伝が展開されてて、ちょっとそういうんじゃないだろう。アーティストはやっぱこう作りたいと、その衝動が全てじゃないですか。こういい曲作りたい、いい曲作って喜んでもらいたいっていう、その衝動が全てなはずなのに、なんかこうお願いされてるから作りました、分かった作った、これがプレゼントです、いやいやそういうんじゃないんだよ、作りたいと思ったものを作りたい時に作ってくれって僕は勝手に思ってたんです。だからなんかちょっとね変なフィルターが入ってて、いまいち丸飲みできなかったっていうか、ちょっと引っかかる部分とかあったりしたんですけれども、けれどもですよ、聞いてビビりましたね本当に。いやもうそんな理屈がどうとかイメージがどうとか、いやもう関係ねえっつって、いやあの時のまんまじゃんみたいな、いやよかったマジで、いや本当にハイスタ節炸裂と言いますかね、いやマジでよかったですよ。どうせまあどうせっていうのもあれですけれども、お気に入ったみたいな、こんなんやっときゃ、まあ、当時のファン喜ぶっしょみたいな、そんなノリなのかなと思ったら全然そんなことなかったですね。マジでこれでも食らえみたいな感じで、もうド直球の
あの時好きだったハイスタの感じ、思い出補正がどうとかじゃなくて、もう本当にいい曲ばっかり。特にあの5曲目のタイムトゥークローブ、あのイントロでやられましたね。トゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 っていう、あのね、ちょっとだけあの楽しいみたいな、ちょっとこうバカ明るいみたいな、そういうのがねハイスタのねいいこう持ち味だったと思うんですけれども、あの時のまんまじゃんみたいな、良かったですね。あと9曲目の We are all growing up ね、あのサビの Oh my love for you みたいな、ああみたいな、あのハイスタ節マジで俺笑っちゃいましたよね。本当に難波さんの歌い方っていうんですか、普通にライフォーユーじゃなくてライフォーユーみたいな、なんかちょっとこのこう うねるみたいな、あのノーボリリューみたいな、あの歌い方たまんないなつって、こう忘れちゃいけないのがハイスタといえばね、結構ねカバー曲、外国の曲カバー曲がね結構ね、いやいいとこついてくるなっていうのもあるんですけれども、13曲目のブリッジオーバープローブルドウォーター、サイモン&ガーファンクルの、カバーなんですけど、これも良かったね。本当に、まあ、どっかで聞いたことあるなっていう曲をいい感じでねアレンジしてくれるんですけれどもね、マジで良かったですね。あのインストの曲とかもたまんなかったですね。なんだったらもう 2,3 曲ぐらいインストがあってもいいんじゃないかななんて思ったりもしましたけれども、だから、まあ、ザ・ギフトも、まあ、確かにいいっちゃいいんですけども、まあ、なんかちょっと違うかな、これじゃないんじゃないかなとは俺は思いましたね。でもマジで本当こう捨て曲なし、マジでどの曲聴いてもどの曲の良さがあるみたいな感じで、まさにねこのねこちらグローインアップの、頃に戻ったみたいな、これもねマジでね捨て曲ないんですよね。これと張り合うぐらいの中身だったんじゃないかななんて思いますね。いやマジで良かったな、本当に良かったですよ。これを機会にまた CD 買おうかなっていう方がね増えるんじゃないかななんて思ったりもしましたね。本当にねバンドブームなんかもう下火だっつって、もう今ねバンド組みたいなんていうやつこの世にいないだろうなんて思ってたんですけども、まだまだ熱いななんていう印象を受けましたね。いや本当ありがたかったですね。というわけでね、まだまだ言いたいことたくさんあるんですよ。本当の本当にいろいろ言いたいことあるんですけれども、まあ今回この辺でといったところでね、こちらのまあこういったね CD レビューの動画もし好評でしたら今後も続けていこうかなと思っておりますので、皆さんね感想などどしどしコメント欄にてお寄せいただけるとありがたいなと思っております。なおですね毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後終了画面のど真ん中チャンネル登録ボタン、竹中おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上こちらハイスタンダードのニューアルバムザ・ギフトのレビュー動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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